はい、こんにちは、モーリーです。今日はですね、皆さん聞きましたかね、あのワンズの抱き寄せ高まる君の体温と共にの曲がついにワンズのですね、YouTube 公式チャンネルにアップされたので、それを僕が聞きました。で、まだ聞いてないという人は、あの概要欄にこの公式 YouTube チャンネルね貼っとくので、そこから聞いてほしいんですけれども、最高っすよね、マジで。めちゃくちゃ最高だったんですよ、今回の2作目。僕は想像をね、はるかに超える上を行ってくれたので、ちょっとね、興奮してこの動画撮ってるんですけれども、ちょっとね、今日はね、感想を3つほどお伝えしたいなというふうに思います。まず1つ目はですね、なんといっても、我らが柴崎浩大先輩がですね、イントロのギターですね。あれ、聞きました？あのね、めちゃくちゃ最高っすね。かっこよくないですか？もうあれだけで僕一回止めましたからね。ちょっと待ってと。歌に入る前に、ちょっとこのギターもう一回聴こうということで、もう一回ね、巻き戻したんですけど。やっぱね、ワンズといえば、僕ね、やっぱギターから始まるのがすごい好きで、例えばね、第2期ワンズの後半で行くとね、シークレットナイトでしょ？めちゃくちゃね、ロックな感じの、出だしなんですけど、それと、僕好きなんで、セイムサイドもね、結構好きなんですよ。入り方ね。で、ちょっと特徴的ですけど、スリーピングフィッシュも、ちょっとね、緩やかな感じのギターから入るんですけど、そういったね、ギター、柴崎さんのギターから入るのってすごい僕好きなんですよ。それをね、今回も、まさしくギターオンリーでね、イントロ作ってくれたっていうのは僕はもう大興奮ですね。まああれも最高しか言いようがないです。で、二つ目はですね、新生ワンズ降臨っていうところなんですよね。前回ね、真っ赤なリップが発売されて、僕もね、真っ赤なリップはね、めちゃくちゃすごいし、あ、いい出だし、スタート切ったなっていうファーストシングルだったんですけれども、ただね、まだ方向性っていうのはね、僕の中でつかめないなっていうところがあって、やっぱコナン、名探偵コナンの主題歌っていうことで、ちょっとミステリアスなね、曲調になって、歌詞もそうだったんですけど、なので、ワンズが進みたい方向性というよりも、コナンに合わせたっていう印象があって、なので、今後ね、2曲目以降が、そのワンズ、新生ワンズが進むべき道を示すところなんじゃないかなというふうに思ってたところに、今回のこのポップなね、ラブソングを入れてくれて、あ、なるほど、こういう感じでワンズは今後行くんだっていうのが理解できました。で、やっぱね、今回思ったのは、柴崎さんが今回作曲編曲やってるじゃないですか。過去のワンズでもね、作編曲を両方とも柴崎さんがやってるってことはね、そんな多くなかったんですけど、やっぱね、柴崎さんってこういう曲作りとか編曲アレンジメントってね、もうめちゃくちゃ天才なんだなと思ったんですよ。なんでそう思ったかっていうと、やっぱね、上原さんがね、もうね、映像とかね、MV とかまだ見てないのに、もうすごい楽しそうに、自由にね、こう歌ってるのがね、すごくわかるんですよ。要するに上原さんがこう歌いやすい曲を作ってるっていうのはめちゃくちゃ感じるんですよね。なんでそういう、例えば前回だったら上杉さんですけれども、その人に合わせた曲を作るっていうのが本当に天才的だなと思いました。で、今回その続きなんですけど、僕がね、なんでね、こんなにね、嬉しくて興奮してるかっていうとね、ワンズファンの皆さんもね、そう思ってる人多いと思うんですけど、ワンズがね、解散したじゃないですか。でもね、その解散した時の続きをね、こう聴いてるような感じがしてね、僕はね、嬉しいんですよ。なんていうんですか、解散しなかったらこういう音楽出してたんだろうなっていうのが、もうすごくわかるんです。それは第2期、第3期もね、含めなんですけど、こういう方向性になってたんだろうなっていう音楽なので、そこがね、もうファンはね、もう心わしづかみされた一曲なんじゃないかなと思います。なので、今回は新生ワンズっぽい、ちょっとワンズっぽくない感じもするものの、どこかね、端々でワンズの匂いをね、感じる素晴らしい曲になってるなっていうのが、二つ目です。はい。では最後三つ目なんですけども、これね、僕一番でかいんですよ、実は。一言、皆さん、これやってほしいんですけど、イヤホンを耳につけて、目をつむって静かに聞いてみてください。上杉さんの、姿がね、頭に浮かぶんですよ。これね、マジでやってみてほしいんですよ。上原さんって、そもそも上杉さんとちょっとね、声は似てるっていうのはあると思うんですけど、上原さん、でも違うじゃないですか。普通に上原さんが歌ってるんですけど、声の端々にね、上杉さんエッセンスがね、めちゃくちゃ詰まってるんですよ。これわかる人いるかな？ぜひね、聞いてみてください、静かに。上杉さんが、なんか、ちょっと、上杉さんの化身っていうんですかね、が、そこに上原さんに、こう降臨してるなっていう感じがね、めちゃくちゃするんですよ。だから、こう、かつての90年代のワンズを感じながら、新しい新生ワンズを聴いてるっていうようなね、こう不思議な気持ちになるのがこの曲なんですよね。
なので、ぜひこの3つ目のね、ところはね、やってほしいなというふうに思います。ワンズですね、これからめちゃくちゃ活発に動いていくと思いますし、オフィシャルファンクラブもね、いろいろ企画をしてくれてて、楽しいね、面白い限定のね、商品とか、イベントとかっていうのをいっぱいやっていくと思うので、この機会にね、ぜひね、ファンクラブにね、入ってみてはいかがでしょうか。ってことで、本日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。